こんにちは、ソッカー塾のです、えーとね、私の家のポストにこういったチラシが入ってました。これ、いわゆる業者さんのチラシなんですけども、えーとね、高圧洗浄による排水管洗浄を地域一斉工事により格安にて実施させていただきますということなんですけども、地域一斉工事っていうのは、まるでね、この地域社会が、例えば私の住んでる町とか市区町村、行政がやってるかのような言葉ですけども、そうじゃないんですよ。 業者さんが勝手にこの地域一斉工事をしますよっていう号令をかけて勝手にやってることなんでまあこの会社の意向に沿うような人だったらねおあの会社の一斉、えー、何作業が始まるのかで同調してもいいんですけどもまあ、はっきりとほとんどの人って言ってみたら何勝手にやってんのみたいなねそれあんたの会社があの民事の問題でやる分には全く構わないけど。 まるで地域が後押ししているような書き方はやめてよねってことになると思うんですよで今回このチラシの中からねいくつかポイントがありますんでお話していきますいわゆる詐欺業者にかかったりとか詐欺ではないんだけどもあやふやな仕事を請け負うようなね契約をすることのないようにですよ、うんまあ、何をもって信用できる会社っていうのはいろいろ見方があると思いますけども今回こういうよなチラシが入っている部分に関しましてはどこの会社がこれを出してきているのかなっていうのうな連絡先に注目する ポイントがあると思います。ここですよね。でも、QR コードとか、住所とかホームページアドレスが、例えばね、ここに書いてある、スマイキュアっていうね、会社なんですよ。スマイキュアさんのお、まあ、あの、なんですかね、チラシだということなんですけども、でも、チラシとか連絡先とか、キャッチコピーはそのもの、この、スマイキュアのさんのね、ものであっても、QR コードも、スマイキュアさんの 公式ホーームページであろうとも実際にこのチラシを通じて連絡先が書いてますけども連絡した先がこの会社ではなくてねそれと装った全く別のもう本当に地元かどうかわからないような業者さんにつながってそこにいつの間にかこのスマイ QA さんの気がしたんだけどもそのつもりで契約したんだけども違う会社に契約がいってるつまり契約の横取りってやつですよね。 私が業者だとしたら、まあ、いわゆるね、ちょっとずるい業者だとしたら、ある大手の会社のことを装って、そこのデータでこういったチラシを作ってね、で、注文を受けるのは私の会社みたいにして、実際にお客さんはこの会社に頼んだつもりで、ああ、作業はあってよかったよかったなんだけども、実際に、あの、改めて問い合わせしてみたら、いや、うちにはあなたの顧客データないですけどね、みたいなことが、そういう不思議なことが起きるんですよ。でもお客さんとしては、まあ、でもいい仕事してもらったからまた頼むと思うんですって感じで、まあ、 新たにに付き合うこととなると思いますけども一一体体あの業者は一体誰だったんだろうっていうふうにこの業者もお客さんも思うって感じですよねで、えー、全く関係ない業者はいわゆる他の有料企業の看板を横取りして締め締めってわけなんですよもちろん法外な料金を請求するとすぐにバレちゃうんで控えめな料金でしかもサービスも丁寧にやるんですよだから気づきにくいし気づかれたところで業者さんをなんかね 訴訟しようみたいいなななことにらななですよいやでも仕事はきっちりしてくれたから全然,全然不満ないですよみたいな。でもこの会社にしてみたら自分の会社の名前で作業されてね、万が一なんかトラブルがあったらその業者さんが逃げてしまえばトラブルのこっち、クレームはこっちに来るわけですよ。もしかしたら賠償責任まで生じるかもしれないってことですよね。だからたまったもんじゃないの、この会社ですよね。まあ、ということでいろいろとお話し見ましたけども、実際にここに書いてある住所を確認するとね、Google マップで見ると、確かにそこは あの、私がよく行った町のよく行った雑居ビルなんですよ。で、実際にその。うん、住まいキュアっていう会社さんもそこにね。あの、営業所の拠点を置いてるんですよ。 だからそこは問題ないかなと思います。で、もう一個は、この連絡先に連絡した時に実際にそこに通じるだろうかってことなんですけども、ここに QR コードがついてるんで、一応ね、この QR コードもチェックしつつ、スマイキュアさんのホームページを見てると、あの、やっぱりね、スマイキュアさんのホームページの一番冒頭にですね、一番目立つところに、私たちの会社を装った全然関係ない会社がチラシを配って営業してると聞いてますけども、そこはもううちとは関係ないですからっていうふうに言ってるんですよね。 まあけど、残念ながら、公式サイトでそのようなアナウンスをね、スマイ QR さんが出されていても、このチラシに反応する人って、そもそも QR コードなんで取らないですし、ここの電話をするのがやっとでね、あのスマイ QR さんの公式サイトの方に行って、そこの注意書きなんて見ないんですよ。だから、このお、なんかいわゆるね、えー、語り商法っていうのはなくならないんですよ。で、語り商法をする業者さんも、みんなね、人がいいんですよ。<laughs> 本当にその、せっかく人の会社の語りをしてうまくいってるから、壊したくないんでサービスもちゃんとやるし、うん、責任も現場で取るしみたいな感じで、とにかく住まいきわさんの本社に電話しないで済むようにしていくんで、いい人揃いなんでね、うん、まさにそれが立ちが悪いかなってところなんですけどね。はい、今日はそんな話でございました。